正直に言っとけよ。まあ、後で絶対バレるぞ、警察。いや、俺たまたま跳ねられた人、俺知っとる人だもんね。なんだってこの辺にいますか。こっち走って逃げてって言ったら。いねえや。俺、田中。ダメです。もう 今はとりあえず手出すのやめてもらってください。言ってることがお前違うんだわ。僕が悪くないけど、レイ君が悪いって言ってんだろ、結局は。お前は。なんでこっちじゃん。怒られるんだって。電話する時点でやめるつもりだったんでしょ。ね。今なんて言った夜電話かかってきて、その時点で来るのが怖いから、じゃあこのまま飛ぼうってなったって言ってることおかしいよね。岡部さんも座ります。座ります。じゃあ座りますか。俺さっきもう十分出た。じゃあこっち座ってください。うちらに話したこと全く同じことリュウジ君に言ってみたら、リュウジ君の前にして。もう回してる。なんかどうせ基本ポイント、レイに言われてやるとやる。いや、最初はそうやって言っとったよ。レイ君に言われて雇ったんでしょって言ったら、全部レイさんがって言っとったから、じゃあ自分の意思はないんだねって言って。全部レイ君だねって言ったけど、後から言ってることがコロ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 2点3点変わってくる。レイ変わったりするの。いや、こいつもうちょくってる。ほら、またはいって言っとるじゃん。ちょくってるつもりはないですけど。ちょくってんだろ。違う、レイさんかばってるんで、はい。さっきレイくんかばっとるっていうか、レイくんが全部主導なんでしょって言ったとき、はいって言ったけど、後から聞いたら違ったわけでしょ。自分の気持ちだったんでしょ。どういう気持ち。どういう気持ち。とりあえず、俺らはバカなんですとりあえず、リュウジくんに脅迫されたのが怖い。脅迫。面白いじゃん、ママ。違う、ちょっと。違う、面白いじゃん。あれって強迫だったら逆に怖い。どうやって捕まらずに逃げようと思ったんだ。だからみんなが絶対にいない時間を狙って帰ってきたら、まさかの狼がおるっていうマジでもあれ運良かったっすよね。あれっすよ、レイを俺が下で見つけて車止まってたんで、でレイ走って追いかけてたんですけど、まあこの体じゃ追いつかないで、そしたらで窓が最初開いてなかったのに、こいつバカだよ、多分様子見たくてちょっと開けたんです。終わった？あ、終わりました。本社の近くのセブンまで戻ってきた。今？はい。分かった。じゃあ本社まで歩いてきて。分かりました。2階上がってきてもらいましょう。そもそも来るのどっちって言うの？俺の理由が分からんわけですし、話すだけなの。いや、最初僕、まあ僕はっていうか、まあ多分行っても正直まあ殴られるんじゃないかとか。殴るわけねえだろ、お前みたいな。殴って何の俺らが何の得があるわけ？正直何も得はないです。そう。痛いだけですし、なんなら辞めるか辞めないかの話だよ、その話は。ただどん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 気まずくさせて、前の僕らが言ってます。来た。あれ、リュウジ君、青が怖い。そうそうそう。どういうこと怖いって俺だよ。怖い。怖くねえよ。優しい顔して。ちょっとすっ社長に呼び出しを無視したぐらいから説明してよ。緑、赤になってます。社長から電話かかってきた。行きますって言ったんでしょ。すいません。そっから説明してよ。何してたか。そっから、感情の親に言うとやっぱり貸したあいつもあいつだけどみたいな。お前悪いぞって言って、そういう話をしてて、で、まあ、その後に、まあ、携帯の充電が消えてて。いや、取らなくてもいいじゃん。いや、この前 LINE 消えたから、なんか、その、追加もできひんし。いやいや、人とやろうか、みんなの番号。いや、僕がほとんどしなかった。なんで岡部が電話できるの？なんで岡部が岡部さんの電話番号しかしなかった。じゃあなんで岡部に電話する？違うだろ。何言い訳だろ。知っとっただろ。連絡しようと思ったら連絡出てくる。じゃあもしじゃあ社長のことは、じゃあ無視しました。じゃあ俺も電話ない。なんで今度取ったよ、1時間半。リュウジさんと俺なんか早く電話してこいつら呼びましょうよって言って、リュウジさん待ってくれてたぞ。欲しくね。それどういう心境で無視したの？行かなくていいかって。なんか喋って、はい、どういう心境だったら喋るよ。どういう気持ちだったの？何で行かないってなったの？何分くらい？15分くらい。
怒ってないよ別に。なんでこんかったのって俺らが知りたいだろ。まあ、何も考えずに、まあいいやって感じだったけど。最初行って殴られるんちゃうかなみたいな。うん。お前後ろ見てるとかあるかも。そう思ってた。自分が何かしたからやられるんだなと思う。だからバックリストねえと。こうやって捕まる方が最悪だろ。で、はい、無視しました。めっちゃ喋るじゃん。もうね、さっきからなって、もうね、ヒートアップして、胸が痛い。胸が痛いっす。しかもさっきも散々喋ってからもう俺出なくていいでしょ。もう出てますからね。めっちゃ腹立つ。リュウジ君が一番冷静。社長の電話の後にもう飛ぼうってなったの？でも、あの、社長から電話かかってきたでしょ、はい、でその弁護士の話とかもあって事故の話もあって、はい、来いよって言われたわけでしょ、はい、その電話をレイ君が受けてからもうこのまま飛ぼうっていう話を棚橋としたってこと。そうです。お前ほら見ろ、言ってることちげえかよ。さっきと自分でさっきなんて言ったか覚えとる？どのタイミングで飛ぼうとしたか、自分でどのタイミングで自分が飛ぼうとしたって言ったか覚えとる？だよね。だから話が変わってくるよって言っとるで、 今一生懸命レイ君が喋ってる子でうん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 ってうなずいとるけどさ、全部また言っとることぐちゃぐちゃになるんじゃない？でレイ、リュウジさん無視して何したんですか？まあ、僕らで、ね、逃げてる側なので、まあ、今は帰れないんで、うん、その後3人でやってると思ったけど。そうなんですよ。警察は、まあ、警察も行っていいと思います。何しに行ったんですか？昨日その、まあ、その田橋君のところに、まあ、リュウジさんからラフミが来てて、でなんかどうしたらいいですかみたいな感じだったんで、まあ、そこまで言うんやったら一回警察相談しに行って。それ誰が言ったの？それ僕です。警察に相談しに行ったらあって、うん、で一緒についてって行ったってこと？そうですね、ついていくだけ行って3人で警察署入って喋ったの？いや、彼女の家がちょうど目の前なんで警察署、うん、で送るついでにこいつだけ行ったの？そう、3人で行っちゃって言ったから。嘘つき。で、2人で、でまあ、僕も最初警察署入って隣で話を聞いてて、で、まあ、彼女がまあ家から出てくるってなったん で、あとは田橋君を警察署に置いて置いていったの？いや、僕外で待ってた。2人辞めるっていうだけなんですよ。それを俺らが止める権利ないでしょ。俺らからすれば、さんざんお前らを、え、何してもお前が捕まってもさ、うん、ごめん、あ、大丈夫かって受け入れてやっとんだけどさ、うん、結局お前ら裏切るわけだね、何しても。いや、それをなんか俺らがなんかすごい殴られるかもしれませんとかさ、いや、それが怖いですよ。違いとるでしょ、ちょっとお前どんだけ社長に迷惑つくのって俺らなんですけど、うん、なお金借りたいって言うからお金借りて、量がくたなくと積んでさ、何も好き勝手やってさ、お前はその堂々と暮らしと違う、それで気まずくなったら飛べばいい、うん、ちょっとおかしいでしょ。それいつから思っとったの？だってレイ君ちょこちょこ休んどったんだよね、はい、いつからじゃあもうさ、辞めたいなっていう気持ちがあったの？先週オービスで光ったってやった後にねぶたで集まったよ、みんなでご飯食べて、はい、頑張ろうねって、はい、話をした時にはじゃあもうすでに飛ぼうかなとか辞めたいなっていう気持ちがあったってこと？その後、うん、でその後どこ来てたの？どこで仕事するって、うん、辞めたいなっていうか言いづらくなったから、みんなにいじられるから。なんであなたが一緒についてくっていう理由になるのかがわからないんだけど、誘ったの？誘ったっていうか、なんか田橋くんもなんかやめようかな、うん、感じでちょっと聞いてた、うん、それやったら
これだ誘ってるんですよ一緒に辞めてみたいなっていう話をしたの。なんか俺は別にお前なんかどうしようかってどうでもいいけど俺の人生じゃないさ。ただ俺らはやったらもったいないなっていうだけ。こんだけ塗り替え道場の配信って入ってさいろいろ経験してね、だからタガがオフィスに行からして捕まってでも最初許してくれる医者がね、2回目も、まあ、話は聞くよ。ズボン普通にパックで捕まったらありえん、もう一発で首やん。なんでうちのためにうちの会社に入ったのかよく思うから YouTube で見て入りましたね。レイもだってさ、先ほどの部屋でさ、うん、部屋っていうかもうステップでさ見つけた時さ、タナシ部屋にいること知ってたんでしょ。そう、なんでお前だけに逃げるの。見殺しやん。トナシだけ捕まればいいと思った。お前走って逃げた意味が分からんけど、とりあえず逃げとけみたいな感じ。まあそれも、あ、もうむちゃ全力で逃げてた。追いつかんぞ俺あの距離。レイ君じゃあなんで今日トナハシに連絡さ、散々吹け取ったじゃん。社長のボイスとかも聞いとるでしょ。ずっと吹け取ったよ。トナハシが捕まった後すぐ。はい。だいぶ時間経ってからかけ直してきたわけじゃん。なんでかけ直そうと思ったの。散々そこまで老け取ったのにもう無理だなって思ったの。もう棚橋が捕まったからもうおしまいだなって、もう逃げれんなと思ってかけてきたのか。その気持ちもちょっとあったし、うん、いろんな人にお世話になったんで、最後はちゃんと会って話してからやる。そうやって思うのが遅いよね。ああ、散々やってから。だからこれからどうしていくのって、なんか近いよ、お前らこんな風にやっていくって。今変わらんかったら、お前ら変わらんぞ。はい。この沈黙。やな。詰めとるわけじゃねえぞ、置いとけ。俺ら怒って思うの、おい、やっとるねえ。これからお前らどうしていくんだって。どうや。うち分からんけど、カンタと翔くんが何を言うか分からんけど、リュウジくんだけだと思うよ、こういうふうに言ってくれるの。座ってよ、翔くんとカンタと座ってよ。いや、その喋りに参加してってこと。でもリュウジさんから80ぐらい違うじゃん、別にお前に来いよって言ってたわけじゃん。レイを連れてこいってことだよ。連れてこいって言って全然関係ねえじゃん、別にお前。じゃあもう、もしお前からだってこの事件なかったら、だってお前今日出勤しとっただろ。だってあ、僕その前に連絡するよ。またさっきと同じこれ下りだよ。いつもやるしな。いつやるしな。5時前後、夕方す今日昨日の5時前後。それ理由は何、関係ない。最初言ったのは社長から電話かかってきました、うん、行くのが気まずいで夜になってリュウジ君から電話かかってきて、
怖い、なおさらいけない、そのまま飛ぼうと思って今に至るって。でもじゃあ電話した時にすでにもう飛ぼうとしとったわけでしょって言ったら、なんかそこからコロ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 話が変わるんだって。それは多分レイが話しとったんだろうな。あ、一番最初って最初はそうです。でその後にかけとる、その後に僕がかける、多分30分前、30分前で、いつ社長から電話だは昼過ぎなんで3時ぐらい、3時前3時ぐらいだと思います。じゃあ、まあ、普通に社長の電話を受けて飛んで、まあじゃあ働き口がないから先にレイが電話して、その後俺が電話しようみたいな感じだろうっていう。結局お前だからレイの言いなりだから、ほんとにずっとレイだけ君がの方みたいにくっついてとるだけ。レイについてって何がしたいの、なんかお前らついてこんだろ。じゃあ何言ったら、その理由は何、やっぱ一緒にいて、まあ、なんていうんですか、まあ、普通に居やすかったっていうのもあるんですけど、居やすいから仕事簡単に辞めるの。話せ。一番のスープに今みたいな。なんていうか、はっきりしない。まあ、安くて。で、食べ物も食べたいです。まあ、あとはまあそういう、まあ、他のことでもそうですけど、まあ、誘われたりとかしても、やっぱ、まあ、断れないって言い方おかしいですけど。レイのこと？じゃあお前レイに人殺すって言ったら、じゃあ殺すんだろ。それは回って、あ、言ったよ、明確な理由がなかったら誰も納得しんよって。何のためにここに集まる。十分時間あったよ、考える。黙るな。あと僕自身が思ってたのは、そういうふうに思ってたのもありますし、まあ、あの網焼きの席とか、まあ、あと、まあ、ねぶたの件はまた別なんですけど、まあ、あのお酒の席とかで、まあ、まあ、飲まされるって言い方おかしいですけど、まあ、そういうのがやっぱり嫌だって、嫌だったっていうか、やめろっつって。そのねぶたの時もそうですし、でやめろって言って言ってますやめろって言って、何しにちゃう、お前と無駄な時間飛ばすとか言ったんじゃん。いや違う、酒飲むなって言ったんですよ。やめとけって言ったんですよ、最初いっぱいねぶた。でもこいつは勝手に飲み出して、でトシ君が飲みませんやつかだからこいつの、でもそれでも飲まもんで、トシ君がぶち切れて、まあ、髪焼けの時ねぶたもそうですけど、おめえが飲むっつったんだろ。その時はそうです。その時はそうっすってないね。トシ君言ったんだろ、今日は白飯で飲みますって。ねぶたは、そうです、白飯で飲みますって約束して。うんうん、断っとるよ、お前。何が断れるんだ、おい、何が断れんだ。断っとるかやってみ。断っとるのか、飲んでいいや。おい、あ、何を飲むきゃからんと言ったの、おい、はい、じゃあもう仮にその網焼きの時のことが嫌でした、はい、それから嫌だなって、この会社が嫌だなって思い始めました。でもあの時散々みんなに二度と来るな、絶対来るなって言われとっても来たわけじゃん、次の日。のと今のとは別に関係なくない、そう、嫌だって思ったけど頑張ろうと思ったから次の日から仕事出とったわけでしょ。また頑張ろうって思って、それと飛ぶ理由のは全然関係ないよね。やっぱり嫌になったから飛んだろうってなったってこと。まあそう、いろいろ考えて、一回は頑張ろうと思ったけどやっぱり無理だと思って、じゃあもうレイ君飛ぶし一緒に飛んだろうって。本当この時間、石のったら時間が無駄になったな、本当に。
親が彼氏のお前ら。あ、その前にお前自分と健太郎君どう思っとんの。裏切られた。たたかねってた。したかったのしてば。何？はっきり喋れる。ああ、多分裏切られたっていうふうに二人は思ってると思います。当たり前だろ。お前がどういうつもりで言ったの？どういうつもりでそういう行動したのかを聞いたの？な。はい。最近何も考えずに行動してた部分も。ってました。ゴミだな、お前。出てこない逃げる理由を見てさ、絶対理由があるんだよ。これが嫌でこうしたくない、行きたくない、で何がしたくないっていう理由があるんだよ。それが何なのっていう、どうしたいのっていう、こうしたいけどこうはできないから結局はだから無理だから自分の中で逃げるっていう選択肢になったやろ。今だと会社に行きたくない、そうなった理由。でまとっても話が分からん。今日会社に行けなかったっていうのは、お前も声がちっちゃすぎになったから、ね、まあ、今日会社に行かなかったのは、まあ、昨日の昼過ぎにあの社長からとレイさんの件で電話を取って、最初で、まあ、自分それで、まあ、一緒にいてあの車の運転してて、それはその辺の詳しく教えてるんだけど、事故俺らも話聞いただけでよくわからないけど、どういう展開でそんなこと。そもそも昨日僕は昼過ぎぐらいに調子終わって帰ってきて、で、まあ、帰ってきた時に田中君家いたんだけど、今日はご飯食べてなかった、まあ、ご飯食べに行こうってなって、で僕現金もキャッシュカードも全部彼女に預けてたんで、まあ、とりあえず森山に取りに行ってからご飯に行こうっていう話になったで、その行く道中で社長から電話かかってきて、本当に社長と行くつもりはあったのかなかったのか、社長からまず電話で言われたと、僕言われたのはそのとレイさんがやったことっていうのを僕まあ、最初知らなくて、で、まあ、じゃあ行った方がいいんじゃないですかっていう話は2人で最初知ってたんですよ、僕はレイさんと。でもなんかなんていうんですかね、まあ、レイさんが行ったところでみたいな話になって、でもそのまま僕も、まあ、それだったらっていう風に、まあ、僕もそこで本当だったらじゃあちゃんと行った方がいいですよって言えばよかったんですけど、そんな簡単に終わらんだろ、行ったところで分かりました、じゃあ行かんとこじゃない、そんな軽くねえだろ、まあ、話し社長に来いって言われたね、社長に来いって言われたっす、来いって言われた、あ、うん、来たくないか、うん、分かったそんな感じだ、いや、そういうふうだ、いや、こと細かく喋りよって言われた、自分もさっきここで待ってる間にもう辞めるっていう話を、まあ、社長とも話して、あ、もうさっき僕その紙が書きました、田中も書いてある、あ、僕書いてある、どうしてるか、ここから今回みたいに飛んだりしたりするんじゃなくて、社会人として自覚持っているような感じで真面目に頑張っていきます。で、具体的なのは言う、頑張っていきますなんて誰でも硬い、こうしてこうするために考えるでしょ、
覚えてないですか？ん？結局閉めたもん。やめます、さよならって。今からね、だってこいつら頑張りますみたいな意気込みみたいなの撮って動画出して、燃え回った方がいい。いや、いらんと思うんですけど。オービス引っ越して、はい、ね、社長にも話してさ、はい、社長も弁護士つけてくれるって言ってたんだろう。もうそこまでしてもらってると何お前また人引いとんの。人引いたからもう気まずくなって飛びますって。もうどんなやつ、はい、なあ。どんなやつ、こんなやつ映ってもちゃんと向こうで怖すぎだろこいつに関しては。何ただの聞いてないんだから。二十歳の、はい、8歳年下の金魚の糞や。それで会社飛んで、はい、飛んだから警察行って、脅迫、何の脅迫したんだ俺らが。何の脅迫したんだ、言ってみろ。何もしてないです。勝手に飛んでお前が警察走っとんだろう。どんなやつだったお前。どんなやつ。笑ったそうとしちゃう。楽しくなっちゃってる。俺楽しくなっちゃってる。俺今後どうするか話せよ。改善点をメモ帳に全国のみんなに言っといた方がいいんじゃない。コビ言っとけよ。はい。わからん。あ、じゃあ話せ。はい、棚橋どうぞ。はい。まつげの会社で。声がちっちゃい。まつげの会社で、まあ正直、まあ、また多分同じことを。しないようにっていうのは、まあ、かねしな、まあ、トータルが入ってきたとしても、まあ、この後、南でやったふうじゃなくて、もう、まあ、いけないことはちゃんといけないって、ちゃんと僕から言わないといけないと思いますし、で、まあ、あと、まあ、そういうふうに、まあ、言えるようにしないと、まあ、今まで言えてないからこういうふうになってるんで、こうやって僕が、まあ、新しい会社に入ったら、そういうのはいけないことはいけないよっていうのをちゃんと言えるようにしないといけない。ありがとう。レイはレイ。するんじゃなくて、これが社会人としてまっとうに生きていきます。はい、見て。じゃあこれ書いてください。